よーい。これアナゴ漁の船。新一さんです。あ、手振ってくれてる。あー、頑張って。これから約10時間の漁が始まります。寿司処新一さんのお店でもね、私ね、実を言うとね、アナゴが苦手なんだよね。ほら見て、ここ絶対小学生の立ち寄るところだよね。種子日和。あー、パラパラ漫画みたいになってる。ほら、来た来た。あ、やっぱ人だ。おかえんなさーい。動きがあります、動きがあります。慌ただしくなってきたよ。黄色い網が登場。あ、アナゴだ。アナゴがちょっといる。アナゴが、はい、入ってる入ってる。ほらほらほら、パタパタパタって言ってる。ほらほらほら、アナゴが見えてます、見えてます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。取れたか十分です。アナゴがほらあそこに浮いよ。うわー、すごい、いっぱいいるよ。ほら、わお。次の袋が投入されるヌルヌルするんだろうね、アナゴって。第2弾来るよ。第2弾。来た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 。そっかそっか、アナゴが酸欠にならないように海水をそこにプールするんだ。すごっ。うーわ、結構重そうだよね、あの袋も。おー、縄の使い方がやっぱり漁師さんだね、プロだね。3袋目。きっとこれもなんか漁協とかに卸すのかな、一部を。あれ、取った袋はどこに行ったんだろう。あ、プールの中にあるのか。4袋目。しんいちさんがあの中にいっぱいいるアナゴを網ですくって、で黄色い袋の中に移動するんだね。まだいるね。終わりな感じだよ。終わりな感じ。カゴをあれで取り出して、おありがとうございます。なんか写す分をなんか撮ってくる。あー、すごいよこれ。わー、ありがとうございます。見て、ちょっと影になるけど、ほらほらほら、ちょ、あ、柔らかい、柔らかいよ。これが対馬の西海岸で取れたアナゴ。これが明日調理されて私の胃袋の中に入ります。今から上がってきますって。おー、まだある、まだある、まだある。すごい、ほら袋が動いてる、袋が動いてるよ。ほら見て、すごいね、新鮮。めちゃピチピチしてる。うーわ、これがアナゴ漁。わー、一袋多分100、なんか何十キロってあるんだろうね。37キロ。おお、
かっこいいね、みんな。かっこいいね。だいたい100キロちょっとだね。そしてあの中に、あの中に入るんだ。この取れたてのさ、アナゴをね、ここにプールしてね。そして、はい、上がってもいい？あ、そうなんですか。え、見ていいですか。 ありがとうございます。失礼します。ここにアナゴがプールされるんだね。おお、かっこいい。おお、これは男の人じゃないとできないな。行きました。これを明日の朝までここに置いとくんですか？はい、そうですね、明日の朝も多分しばらくこの缶の中に入れておく、うん、へえ、そうなんだ。わー、見せてくれてありがとうございます。まだピチピチしてる。そうですね、すごいね、はい、今日は結構取れた方、それともそんなに取れない方？まあ、普通普通ぐらいぐらい。うん、ありがとうございます。邪魔にならない大使。早いね。そしてお店がそこだからね。この建物めっちゃ近い。船から店までめっちゃ近い。なんかしてる。見てていいですか？痛い。え、これ何してるんですか？これはもうこの今カゴに入ってるアナゴたちは、うん、まあ、死んでるんですよね。死んでるんですか？ここの池真ん中で死んじゃってて、うんうん、まあ、これ自分たち上がりって言うんですけど、うんうん、それを、うん、の鮮度を維持するために、うん、早めに首締めをして、うん、氷に水で冷やすみたいな。ほう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 。そしてどうするんですか？で、明日の朝、うん、またこれを加工して、うん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 、へー、お店に出るんですか？上がりは基本お店には、ま、出さない。極力は出さない。あー、死んじゃってるんで。そっか。へえ。あ、これがさっき私が触ってたやつだ。あー、ですかね。うん。あー、怖いよ。もう死んじゃってるとはいえ、でかっ。そうですね、大きい。これでかっ。これはなんかこう加工食品になるんですか？基本。そうですね、あの、うちで出してる、何に使えるかな、混ぜご飯とか。あー、なるほど。お手する時用に、うん、あらかじめ冷凍しておいて開きして、うん、うーん、って感じですかね。へー、いろんな作業がある。漁船のね、この帰ってきた後の仕事初めて見たんだけど、こんな感じなんだ、アナゴ漁。あのアナゴの筒の長さはね、60センチぐらいかな。結構長い。これ生きてるんですか？飛ぶやつを締めてから。あー、あ、はーい、しんいちさん、いってらっしゃい。バリューにいってらっしゃい。はーい、見えます。こちらが、三男の方です。で、三男の、お名前なんて言うんですか？健太郎。健太郎さん、はい、三男の健太郎さんが、お兄さん、新一さんが取ってきたアナゴを朝こうやってさばいて加工してる。昨日
を取ってきた魚を全部加工するんですか？そういうわけではない。ほとんどそうですね。ほとんどさばいちゃう、はい、へえ。でさばいたアナゴは、全国にこっから出荷するんだって。であちらのお兄様はさばいた魚を今度真空パックするんだって。それも後でちょっと取ろうかな。綺麗。あ、手渡しで？すごい。手渡しで真空パック。すごいね。この連携プレーすごいね。昨日も連携プレーすごかったけど。わ、めちゃめちゃ綺麗。ほら、一匹だいたいさばくのに何分ぐらいかかるんですか？1分もかからない。1分かからない。さばいて、うん、この血合いとか取るのに、うん、うんうん、あ、まだ動いてるよね。めっちゃ早い。ヒレを取って、うんうん、うわー、これ血合いで取る。へえー、こういうさばき方ってうなぎと一緒？一緒。一緒。へ、はい、でも全部お腹から開く感じですかね。うん、背中から開くこともある。あ、その個体によって背中からさばくかお腹からさばくか違うってこと？地方によってこう。あ、地方によって違うの。へえ。全部その腹開き。こっち見よう、こっち見よう。余分なところを落として、めっちゃ綺麗。だいたいこの連携プレーで動かれるんですか？はいはい、こんな感じです。へー、順がこう切られて、切れまで取って、うん、やっぱ私、うんうん、ケンタロウさんはどこかで修行されたんですか？いや、ここでずっと、もともと次男、うんうん、こう板前の次男が、うんうん、さばいてるのを見て、うん、まあ、覚えた感じです。え、見よう見まねってここまでできるの？見よう見まねですね。すごい。教えてもらってこう扱えるような感じになる、うん、ような作業じゃないですね。こう見てから、うん、扱ってみてから。そうなんだ。難しいですよね、この独特のこの ぬるみっていうか。そうです ね、やっぱ魚扱うよりもやっぱ難しいみたいな。穴子とかうなぎとかはですよね。これこう目打ちしないとこうね、こうしないと扱えないんで、うん、次々とこの箱の中にさばかれていく。昨日水揚げされてるアナゴを見てたんですけど。昨日取ったんですよ。そうでね、思ったのが、あのやっぱり個体差があるなって。ちっちゃいのもあれば、はい、太いのもあるし。そういうのはなんかこうランク分けとかするんですか？今日の注文とかもそうやけど、その特大の注文だったり、うん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 、大きいサイズ、うんうんうん、中ぐらいとか持ってきて、うん、ちょっと分けてから。ああ、じゃあ最初に仕分けするんだ。そうですね。へえ。今日朝その作業をして、うん、結構持ってきてから、うん、この中ぐらいのサイズ、うん、あ、そうなんだ、はい、へえ。大きいサイズとかは客も全部あったかくなって、あそこに大きいサイズがあるんだって、はい、ちょっと一瞬見せてもらってもいいですか？はい、どうぞ。はい、あ、これが大きいサイズ。あ、大きいね、はい、
だいぶ大きいね。だいぶ大きいです。これを真空パックして、うんうんうん、そうなんだ。大きいよこれ。これはやっぱり値段が違うんですよね。そうですね。大きい方、同じキロ数でも大きい方が値段が安い感じ。そうなの、お得って感じ。そうですね。大きい方が、ちっちゃい方がその同じキロでもちっちゃい方が扱う本数が、うん、あ、そっかそっか、手間は一緒ですもん ね。だったら大きい方がコスパがいい。そうですね。うん、なるほど、ありがとうございます。 YouTube スクールやってます。ほらすごいよ、もうほら、すごいね。え、今日はだいたい何本分ぐらいさばくんですか。今日は大きい注文が多いから、ほぼ本数でそうでもない。あ、そうなんだ。100何本。でも通常で言えば30キロとか、うん、大きいのが多い。小さいのが多いときは結構やっぱ時間がかかる。そうですよね。そうやけど、その11時まで、うん、発送するのがもう11時まで。そっか、はいはいはい、うん、あ、午前中に発送しないといけないから時間との戦いなの。うんうん、特に量が多いとね。今日件数が多いですね。うん、あ、今日件数が多い、あ、じゃあ大変だ。しばらくコロナの影響で注文もちょっと減ってたんですけど、うんうん、ちょっと増えてきた感じですかね。そうなんだ。この連携プレーが素晴らしい。昨日見てて思ったんだけど、連携プレーがすごい。さすが漁師さん、チームワークなんですね。ずっと取っとける面白いこれ。なんかよく言われますね、うん、ずっと見とける、うん、ずっと見とける。完全的にこう締めてしまって動かなくなる状態で扱った方がやっぱりいいですけどね。あ、そうなんだ。締めるときが大事ってなんか聞いたことがある。さっきも言ったように時間との勝負やけど、うん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 、締めた後、はい、うん、動かなくなるまで待つ時間がないけど、ね、うんうん、そっかそっか、締めた後もピクピク動いてるんだ。こっちとか動けるとかいますもんね。マジですか、こんな状態になっても動いてんの。はあ、シンクの中に屍がめっちゃ重なってる。これは 何かになるんですか。はい、あの骨を欲しい人もいます、うんうん、へえ、骨せんべいみたいにしたりとか。はい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 、頭も骨も出汁が取れるけど、うん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 、確かに。あの骨で出汁取ったお茶漬けとかはすごい美味しいです。うん、あと肝とかですね。あ、肝ね、はいはい、使ったりするの、はい、へぇー、一緒に送ってほしい。へぇー、あー、なるほど。全国の飲食店さんとか、あとネット注文とか、個人のお客さんも穴子欲しいって方いらっしゃいますか。はい、その何件か送ります。うーん、販売サイトがあるってこと。そうです。うーん、なんか昨日テレビでなんか放送されたらしいです。あ、はい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 、さっき新一さんがおっしゃってたやつだ。ああ、うん、見てなかったし、うん、その送り先が結構テレビに出たりしてますね。あ、なるほどなるほど、有名なお店が多い。うーん、私前東京に住んでたんですけど、ああ、たまたまアナゴ料理専門店で友達に連れてってもらったお店が対馬のアナゴを出しててびっくりしました。ねえ、浅草のお店でした。もう鍵、あ、
おはようございます。この方が次男さんです。調理を行っています。後でまたお店で会いましょう。はい、はい、なんかあれすごい魚がでかっ。これはどうしたことですか。これはブリですね。ブリ、あ、ヒラス。え、これどうするんですか。これをまたさばいてお店に出す。はい、でこれはケンタロウさんがさばくんですか。はい、アナゴ以外もさばくんだ。アナゴ以外もさばけるんだ。すごい。あ、だって寿司どころ新一さんですもんね。いろんな魚、みんな魚を扱いますね。いろんな魚をね扱わないといけないから。あ、そうなんですか。きれい。これヒラスだって何キロぐらいあるんだろう。どのぐらいかな。10キロ。10キロまでもないかな。10キロはない。アナゴは今のシニアンと、まあ、こう動いてる。3人が扱える。采配を振るって。うわ、また大きな魚が来たよ。これは何ですか。マグロ。出たマグロ。すごい銀色だ。銀色だマグロ。めちゃめちゃ面白いんですけど、こここの現場めっちゃ面白いんですけど。うわ、このマグロ何キロぐらいあるのかな。20キロ、30キロ、それぐらい。30はない。これが寿司どころ新一さんの朝の光景です。漁の翌日の光景。え、これ漁がない日はどうしてるんですか。そうそうそう。はしてない。ラッキーだった。じゃあこれ取れて。あ、そうなんですか。あ、何らかの魚は加工している。注文が。はい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 。ちょっと開いたドアから絶景が見えるんだけど。すごいな。ここすごいな。この日の光の入り方とかも計算してこの角度で作ってんだね、きっと。左から入る。アナゴ終わり。アナゴ終わり。はい、アナゴが終わりました。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねお願いいたします。またいつもたくさんのコメントありがとうございます。ショート動画でコメントに対する返信を抽選で行って、お返ししていこうと思ってますので、楽しみにしていてください。また、番組途中の CM を募集しています。公式 LINE、 公式 LINE に、登録してもらって、動画で送ってもらえれば番組内に差し込めるので、皆さん送ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Twitter もやってます。